さすがのバカキンクオリティ、最高のツリーハウスができました。みなさんどうも、コンコンチドイヒーです。ツッコミ役のツッコミン太郎です。今日やるゲームはこちら、マイクラ歌わなくていいから、マインクラフトやっていきましょうと見せかけて、ハゲヒゲジジイの大冒険やっていきましょう。そんなゲームないからマイクラやっていこうよ。今日はバカキンと対決だ。どんな対決するの？村人出したら何人目にニート出るか対決。そんな地味な対決しなくていいよ。じゃあいい案はあるのかな、アゴマッチョくん。誰がアゴマッチョくんだよ。じゃあでっかいツリーハウス対決なんてどう？アゴマッチョくんがそこまで言うならそれにしよう。皆さんどうも、バカバカップバカキンです。今日もひどい建築するのかな。ちゃんと期待に応えてくよ。誰も期待してないんだけどな。じゃあ木を置いて葉っぱつけて剥いでいきました。これのどこが家なんだよ。ただのしょぼい木じゃないか。なんでどう見ても家じゃないか。そうだそうだ、ドヒーも乗っかってこなくていいから。じゃあどこら辺が家だって言うんだよ。なんとこれを壊せば。壊しちゃうの？家が出てきました。これのどこが家なんだよ。ただの穴じゃないか。さすがバカキン、こんな家見たことない。だってこんなの家じゃないからね。これは負けちゃうかもしれないな。こんなの目つぶってたって勝てるよ。僕も頑張って作っていくぞ。今回使っていくのはネザーの木だよ。今まで作れなかった新しいツリーハウスを作るのね。これはいいね。そしてツリーハウスの周りは削っていく。なんで削っていっちゃうんだろう。それはこの周りにマグマを入れていくからだよ。なんでマグマ？ネザーの木は燃えない。そしたらマグマ巻くしかないでしょう。なんでそうなっちゃうのかな。マグマまみれだけども燃えませんって、めっちゃ燃えてる。燃えてなくならないけど火はつくみたいだね。火が飛び移らないように周り囲っておこう。マグマまみれでいい感じ。何がいい感じなのかわからないな。そして通路とドアをつけときましょう。思ってた以上に火がつくな。これは予想外で、あちピチバー。でもガンガン燃えた方が面白くていいか。こんな火が出る家誰も住めないよ。じゃあ木をどんどん積み上げていきましょう。巨大ツリーハウスだからどんどんでかくしていくよ。かなり大きいの作ろうとしてるね。当たり前だの、ブラックマ。視聴者さんがどぎも抜かれるやつね。びっくり仰天、テストは0点、ツルツル食べれるところ点、くるくる回るよ大回転。二人でギャグ言わなくていいから。かなり大きくなってきたでしょ。そして周りに葉っぱつけていこう。葉っぱは普通の葉っぱをつけていくのね。こっちの方が釣りっぽいからね。意外としっかりと考えているドイヒーくん。徐々に釣りっぽくなってきたよ。負けてられない、僕も頑張っていくよ。もう諦めてくれよ。見た目を釣りにすればよかったのね。そりゃそうだ、ツリーハウス作り対決だからね。葉っぱと木をつけていって入ってきました。木が逆さになってる。しかもこれのどこが家なんだよ。どう見たって家じゃないか。そうだそうだ、ドイヒーも乗っかってこなくていいから。どこが家なんだよ。葉っぱを壊して。また壊すのかよ。ここに家があるだろ。家じゃなくてただの穴だって。動物からしたら穴だって家だよ。人間からにしてよ。これは僕の勝ちかな。負けてられないぞ。でもこのままだと負けちゃうからな。このままでももう勝ちだと思うけどね。勝つためにはこのマグマがいけない気がする。家の周りにマグマなんていけないからね。中途半端だったからもっとたっぷりマグマにしよう。少なすぎていけなかったって言ってたのかよ。このマグマの量には降参です。マグマの量で負け認めるのかよ。コマンドを覚えたおかげで一気にマグマを置けるよ。斜め棒フィルにスタート地点の座標、そして終了地点の座標にマグマなので LAVA、
これで一気にマグマ出る。コマンドブロックの良くない使い方だよ。こんなにマグマがあっても燃えないネザーの木。火はめっちゃ出てるけどね。これで派手になっていいね。ツリーハウスを派手にしてほしいよ。それじゃあ横に枝を伸ばしていきましょうか。枝を作ったら釣りっぽくなってくるね。どんどんと伸ばしていく。そして伸ばしていったところを一マス開けて、ここからマグマを垂らしていく。めちゃくちゃなことしだしたよ。せっかくネザーの木を使ってるんだから、こんなこともしないと。変なことばっかり考えてるな。枝の先は葉っぱを広げていって、葉っぱのテラスを作っちゃおう。変なこともするけど、ちゃんとしたこともするのかよ。いい感じになってきた。やっぱりあのマグマがいいね。そしてまだまだでかくしていくよ。でかくするだけなら余裕もよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。でかくてすごい家がいいけどね。そしてまた枝をつけていきましょう。視点がくるっと回転しちゃうよ。コントローラー壊れてるんだね。こんなコントローラーでフォートナイトやってんだからヤバすぎ。エイムがずれるのかな。そしてツタなんかもつけてより木っぽくしていきましょうか。空間がスッカスカだと寂しいから、こっちの方がいいね。木の部分が一つの色だと寂しいから、ツタをつけて色を変えていこう。そしてここからも登れるようにしちゃおう。だけど下の部分マグマで燃えるんじゃないの。燃えたらそれはそれでメッシュマ。メッシュマじゃない方がいいんだけどね。徐々に木の感じが出てきたね。そして葉っぱのテラスの方には柵をつけとこう。落ちたらマグマダイブしちゃうもんね。でもマグマダイブしたい人のためにも柵なくした方がいいかな。そんな人はいないから。そして左の枝にはマグつけていこうかな。家っぽくなってきたね。そして下のツタはやっぱり燃えてましたとさ。めでたしめでたし。何がめでたいのかよくわからない。もっとマグマがあった方が派手でいいよね。十分いっぱいあったでしょう。かなりいい感じになってきたよ。負けてられないぞ。マグマの量に諦めたんじゃないのかよ。僕そんなこと言ったっけ。バカだからすぐに忘れちゃってるよ。じゃあ頑張って作っていくよ。今まではただの穴だから、ちゃんと家作ってよ。どんどんと土を重ねていって屋根をつけて、はい、できました。これはただの家、ツリーハウスじゃないから。ルールにとらわれず自分のやりたいことをやる。さすがバカキン。ルール守らなきゃ対決にならないから、こういうやつのせいで世の中終わってくんだよ。みんなルールは守ろう。お前が言うんじゃないよ。それじゃあラストスパート行ってみよう。葉っぱの下からマグマを流すようにしよう。そんなことしたら葉っぱ燃えちゃうんじゃないの。マグマの周りだけネザーの木にしとけばいいんじゃないのかな。そんなんで大丈夫かな。ちゃんと囲っとけばマグマで燃えないはずだよ。速攻で燃えちゃってるよ。作戦失敗だ。これは人生終わりで、あじゅびじゅばー。どんどんと燃えていって、ショックショックで超ショック。残念観念なんでやねん。どやさ、ギャグ連発しなくていいから。周りをもっと囲っとかなきゃいけなかったのか。ネザのブロックたっぷり置いて修正したから、これでもう大丈夫かな。また燃えないか心配だよ。燃えたら燃えたで、メシウマ。メシウマじゃないでしょう。作り直すの大変なんだから。かなりでかくなってきたよ。これ上まで上がるのが大変なので、ハチミツブロックでエレベーターを作っていこう。ハチミツブロックの柱を2つ作って、下にはソウルサンド、水を流せばエレベーターの出来上がり。これで上上がるのは楽ちんだね。あとは枝のところに床を作っておこう。どんどん良くなってきたよって、また葉っぱ燃えてて、あじゅっぴじゅっぱー。やっぱ燃えちゃってんのかよ。燃えないようにさらに修正してみたよ。最後上をどうするかだな。巨大にするためにもコマンドで上に葉っぱいっぱい置いちゃおう。葉っぱをいっぱい出すには最後はリーブス。これですごい量の葉っぱが出るぞ。どうだ。
これは出しすぎでしょう。巨大ツリーハウス作りなんだからたっぷり出さないと。だからって葉っぱだけででかくしなくても。四角だと見た目があんまり良くないから、周りはちょっと削っておきましょう。どでかい家になったよ。周りにツタとかつけていきますか。あれ、ちょっと作業してる間に上の葉っぱ少なくなってない？やっぱりどんどんスカスカになってるよ。木がないから葉っぱだけだと消えちゃうんだよ。こんなにいっぱい出したのにどんどん消えて、あじゅっぴじゅっぱー。木材つけたらどうにかならないかな。だけどもう手遅れで、スッカスカ。先生の頭見たくなっちゃったよ。先生の頭はスカスカというかもうないけどね。マグマ垂らしたりいろいろとやろうと思ってたけど心が折れたからもうこれにて終了。やる気なくすなよ。それじゃあどんな感じになったか中を見てみましょう。家に着く前に燃えてやられちゃいそうだよ。と言っても中は全然作ってないけどね。やる気なくすなよ。それでは上に上がっていきましょう。エレベーターから床に飛び移るのが大変。大変だけどはしごとかにすればよかったね。テラスの方に行ってみましょう。ここからの景色は最高。どこがだよ、マグマまみれじゃないか。エレベーターだけじゃなくてツタで上に上がることもできるよ。そして窓からの景色も最高。邪魔な建築物が映ってるけどね。最上階まで上がってきたよ。葉っぱはもうすでにほぼなくなってきてるよ。葉っぱ大量作戦大失敗だね。というわけで今回の戦いはここまで。勝者は僅差で僕。圧倒的にドヒクの勝ちだけどね。もうバカキンとは戦わない方がいいよ。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。